卒業の季節です。そうですね、はい、なんと今日最終試験です、はい、もうね、コナミさんにお世話になってパワープロここまでやってきましたけども、はい、まあね、いろんな高校をやりましたけども、はい、まあいいとこもあって悪いとこもある。でも袴田さん的には納得ができない成果には佐々木チャンネルではなってるんですよね。そうなんですよね、やっぱ家でやり込むと、うんPC とかも作っちゃってるわけですよ、うん、まあでもやっぱ運が良くてうまくいくと PC4 までいってるわけですよ、うん、行ってんすよ、はい、ね、まあでもそれがね、うん、嘘かもしれないっていうね思いがあるんですよ全員そんなことないです。見たことないんでね、はい、だってよく言うじゃないですか、はい、いや高校時代練習試合で1試合3本ホームラン打ったことあるんですけどね、はい、みたいな。いや、記録ないからね、はい、公式戦で言ってくれないと。確かに、ああ妄想かもしれないですもんね。そうそうそう、だから妄想っすよね。違います、ちゃんと作ってます。作ってます、はい。ちょっとあのステイホームが長くて、はい、もう作った体になってんじゃないですか。いやいや、やりすぎてちょっとじゃあもう証拠見せますよ。え、何証拠。もう私 の, そ, のそれだって袴田さんが作ったかどうか分かんないじゃん。袴田さんの中のアプリにあるかも分かんないけども、はい、それを袴田さんが作ったかどうかは誰も分からないですよね。あ、そういうこと。だって誰かが、あ、じゃあ私の端末で、ネモさんに作ってもらったとか、もう可能性ありますよね。あ、そういうことか。だって否めないじゃないですか、はい、だって自分で作った証拠ないんですよね。まあそうですよ、録画してないですもんね。はい、はい、残念ないですねそでも、はい、今日、はい、その成果を出す時です。だからここで見せてくれれば全員納得するわけですよ。袴田さんは家でね、うん、頑張ってる頑張ってるって言ってたけども、はい、あれは嘘なのかどうかっていうのを証明する動画です。そうですね、やっぱ、はい、ここでいい選手なかなか作れてないんで、ね、作りたいですやっぱり。でしかも最後にね、はい、一番最初やっぱ里崎くんを作るのに頑張ったじゃないですか、はい、で自分で決めてね、はい、これぐらいの能力がいるっていう、うん、だそれを最低作ってほしいんですよ、はい、もしくはそれを超える、はい、を最終試験としてノルマです。わかりました。だから今ここにね、うん、ありますけども、弾道は4、うん、ミート B、パワー B、走力 E、肩 A、はい、守備力 A、補給 S、はい、みんなの里崎っていう里崎さんの、そうそうそう、まあ、レベルなわけですよ。そうです、そうです、はい、で、あの徳能がチャンス丸、対左投手丸、球界の頭脳、満塁男、さよなら男、ローボールヒッター、悪球打ち、気分屋、ミラクルボイス、ムード丸、はい、これは最低つけなきゃいけないです、はい、これがルールです、はい、あとはそれ以上はもういくらなってもいいんで、はい、であとどうします、ランク、どうします、ランク、ランクですか。え、ちなみに里崎チャンネル上では、はい、S級が最高です。だから袴田さんの能力は S 級です、はい、今、うん、PG とか言ってましたけど、はい、S 級です。まだ SS も言ってないと、はい、はい、だからどこ行きます、最終試験的には。最終試験的には PG は本当にもう本当に運とかも関わってくるんです、うん、なので運ないもんで、もうないんだってもう見ました、この里崎チャンネルで私怪我とかしまぐってますよね、うんうん、不眠症ね、運ないですもんね。ないです。どれぐらいいけばみんなが納得すると思ってます、うん、SS5 以上は絶対出します。あ、結構いいラインだそうです。なんか僕的には、はい、低いんじゃねって思うんですけど、あのしかもですよ、はい、この佐藤さんの能力を取らないといけないので、うん、私のもうレギュラーメンバーじゃないんです、イベキャラが、うんうん、使ったことないキャラクターとかでやらないといけないんですよ。でもよ、はい、好きな高校選んでいいらしい。あ、もう最初はね、はい、くじ引きしようかって言ってたんですけど、うんうん、まあ、万が一パワフル高校とかね、はい、あと全然できない高校ありますよね。黒金とか、あとあのゲームこう追ってくるとかだと、はい、なかなか難しいですよね、うん、だから、はい、くじ引きって言ってパワフル高校を引いて作れば、まあまあハードル高いじゃないですか。そうですね、うんうん、だからもう好きな高校選んでいいんで、はい、言い訳できないように。だから好きな高校選んでいいんで、はい、それでも、はい、SS5 でいいですか。いや僕は分かんないですよ、そこが高いか低いかがね。いや、あの SS5 でお願いしますじゃあ、じゃあ高校はちなみに戦国高校で、戦国さんで、はい、でもそこはもう間違いないですか。間違いないです。戦国で、はい、まあ嘘かも分かんないですけど、はい、とりあえず聞きますけど、はい、戦国で PG は作ったことあるんですか。戦国でしか作ったことないです。ああ、戦国でしか作ったことない、はい、まあそれも嘘かも分かんないですけどすぐ
ーバーありする。見てないんですよ、残念ながら。そうですね、だから、うん、じゃあ戦国高校で、はい、で、うん、SS5 以上だ、5はセーフ、はい、5はセーフ、はい、5はセーフ、はい、5以上で、で先ほど言った、うん、特能と能力を最低限つける、はい、で上行くならいくら行ってもいい、はい、これが最終試験です、はい、もちろんもちろん試験です。そうですね、試験ということは、試験ということは罰ゲームがあります。また残念ながら、だってこんなにやってきてよ、はい、最後全然で申し訳ないじゃん、そうですね、皆さんに、うん、でしかも、ね、うん、PG も作ったことある戦国高校で、はい、SS5 でいいって言ってるんですから。いやでも佐藤さんの能力を取るためのキャラクター使ったことないんですよ。でいやあのまあまあいい、もう言い訳はしないですよ、ね、はい、ね、はい、もういいです、もうプロでしょ、もう作ります、ね、はい、うん、だからこうね、はい、スタッフと全員で協議した結果、はい、今回の罰ゲームこちらです、はい、もし条件をクリアできなかったら里崎チャンネル、まあ、もしくはセカンドチャンネルで袴田さん単体で動画を1週間以内に10万再生できるまで無休、はい、ボランティアです。無理マジで、はい、10万1週間ですか。1週間で10万到達すればいい、到達すればいいです。だからこれはもうね、はい、袴田さんファンの人の力にかかってますよ。だからもうすぐクリア、はい、まあ簡単ですね、これ簡単ですね。簡単ですか。はい、ここですごい簡単な罰ゲーム考えちゃったなと思って、10万だってあの、はい、スタッフが考えた台本には、はい、卒業って書いてましたから佐々木チャンネル、ね、スタッフもひどいですよね結構、うん、私はね何回卒業させたがるんだって話なんですよ。そうそう、でも俺はね、はい、さすがにそれは、はい、かわいそうやっていうところで、はい、だから、はい、俺が出ない、だから佐々木チャンネルで俺が出なかったこと一回もないんだけど、はい、俺が出ない動画で袴田さん一人で10万、はい、里崎チャンネル的には私のその一人の動画が5000回しか回らなかったとしてもそれは置いといていただけるんですか。うん、そうそう、あ、それもあるの、そういうのもある。じゃああれにしよう、5回投稿以内。あ、5回投稿していいってことですか。そうそう、5回投稿していいから、はい、その5回中に回らなかったら、うん、はい、第2回佐々木アシスタント試験面接オーディションやろう。もうほんもう結構ひどいですよね。だって私この里崎チャンネルのスタートから一緒に貢献してきて、うん、この罰ゲームで卒業させられるっていうね、え皆さん。でもだ、でも、はい、袴田さん、はい、知ってる、何ですか、袴田さんファンいますよね、まあ、いるかどうかちょっと分かんないですけど、10万、はい、楽勝っすか。いや、もう弱小だな楽勝っすから、楽勝ですか。10万再生ほんと1週間もあるっすから、はい、だって1日1万6000回ったら10万よ、はい、はい、簡単よ。何するかにもよりますよね。 それはもう袴田さんが、はい、もう何でも自由に決めていいから。でいいですか、うん、そうそうそう、はい、じゃあもう佐藤さんの悪口10分言いますみたいな全然それでもいいよ。でもごめんなさい、これ結構回りそうですよね。それは分かんないけどね、悪口なんて一つもないですよ、はい、さん5回もあるんで、5回5回あります。5回チャンスあるんでね、はい、わ、はいはい、かりました、はいはいはい、じゃあということで、まあ、大丈夫です、成功するんで、はい、はい、簡単ですから、SS5 でいいんで。しかも戦国高校、簡単に言いますね。プロでしょ、もう半年以上やってきてるんですから。はい、まあ、もう頑張ります頑張りますよ、うん、でもその代わり、うん、何か成功したらご褒美いただかないと、やっぱり罰ゲームとの差がやっぱ激しいんで。逆パターン、はい、何ですか、あるんですか。やっぱり遊んでるとアイテム足りなくなってくるんですよ、うん、だからあのなんか7日間連続ログインボーナスみたいな、ちょっとアイテム欲しいなっていう、そういうやつですか。はい、それでいいですか。佐藤さんからのもう、ご褒美とかいいですよ、はい、あのパワープロ楽しみたいんで、うん、パワープロのそういうご褒美が欲しいなっていう。それログインボーナス、それでいいんですか。と、あ、まあ、でもログインボーナスはいいですよ、うん、全然、はい、何でもいいですか、何でも。いや、その中にあの私、つかみ兄弟好きなんで、はい、つかみ兄弟の SR を上げるためにあの PR とかでいいんで入れていただけたら嬉しいなって。あ、そのログインボーナスに、はい、え、袴田さんだけ見ていいんですか。いやいやいや、ログインボーナスでしょ、もう皆さんに還元ですよ。あ、ユーザーの、そうです、このパワープロユーザーの皆さんに袴田さんがクリアしたら、はい、7日間ログインボーナス、はい、でプラスその中につかみ兄弟の
入れてくださいって、はい、入れてもらう、はい、それが欲しいと。だってこんだけパワープロの動画を見てくださってた方いらっしゃるわけですから、その方々にもこう還元したいなっていう。ああ、いいご褒美じゃないですか。最大の問題があります。はい、僕にそんな力ないんであちらの方々に言ってもらっていいですか。そうです、ね、コーナーミーの社員じゃ。確かにそうです。コナミさん、お願いできないでしょうか。いいらしいです。よかったっすね。すごい、なんか私のこの成功と失敗にかかってるこの、はい、そうです。だからこれ見てるユーザーが袴さん応援ですよ。はい、そうですね、はい、頑張る。じゃあ成功したら、はい、全ユーザーに7日間ログインプレゼント、はい、でその中に、つかみ兄弟が絶対入ってる。はい、はい、それで、はい、いいですか。はい、はい、お願いします。あー、やる気、うん、ガゼン出た。それで、そっちで、はいはい、俺の罰ゲームの方がやる気出ると思うけど、そっちで。いやいやいや、もう私は上しか見ないんで、うん、下見ないですね、うん、はい、じゃあね、袴田さんの本当の能力を、はい、実力を確かめましょう。はい、どうぞ。頑張ります、はい、僕も黙っとくんでね。いやいや、黙ってたらしょうがない。なんかこうコメントくださいよ。おー、とかって言いますか。はい、わかりました。だってもうアドバイスしないですよ、花丸高校の時みたいに、はい、もう。いや、もうアドバイスね、いただくもないですよ、もう。あ、ないですか。もう戦国はプロですか。はい、プロです。あ、じゃあもう楽しんで見てみましょう、はい、じゃあ戦国高校行きます。あ、いいんだね、報酬、うん、右投げ右打ち、うん、俺あれ、あ、これでいいんじゃないですか、ほら。お、それだね。うん、完全にこれですね。お、いいで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 。これでいきます、うん、で、このデッキがですね、うん、まあ、この巴ちゃん、千代姫、キリル、ぜんざいは私がよく使ってるやつなんですよ、うんうんうん、でも、その佐藤さんの能力を取るために、うん、この女の子、うん、この子を入れます、うん、これ必要なんですか。そうなんですよ、ミラクルボイスっていうのを取るためにこの子が必要みたいなので、うん、なんかボイスっぽいよね。はい、うん、これでもうデッキ完成ですか。これで行こうと思います、うん、はい、まあ、佐藤さん総力あんまりいらないので、うん、総力の上限もいらないですね。はい、これでいきます。一番気にしなきゃいけないのは、はい、不眠症、はい、サボり癖、うん、足爆弾、はい、でも爆弾はもうほっといていいっていうのは根本さんから聞いてるんで。俺もちょうどね、半月板ないから足爆弾持ってるからね、膝。あ、もう実際持ってるんですよ、ね、実際持ってるんだよ、はい、だからもし爆発して、はい、俺最後爆発して引退だから。ああ、なるほど、うん、まあ、それもリアルってことですね。うん、その代わり行かなかった罰ゲーム。最悪。いやいや、もう今日は成功します。じゃあ行きます。ついて運あんのかな。え、どうしよう。そのいつも使ってるのがサナちゃんって子なんですけど、うん、その子じゃ音吹ちゃんと彼女になれるかわかんないんで、うん、恋愛成就持っていこうかな、うん、と恋愛成就と何がいいかな。招き猫、招き猫、うん、このコツ、招き猫持ってきます、うん、イベント発生率アップするんで、うんうん、じゃあいきます。うん、そのワンタッチで運命決まるからね。はい、そうなんですよ、うんうん、いや結構パワープラ運要素も強いんですよ。いきます。じゃあ一回ストーリー見てるので、うん、今日ちょっと集中して能力いきますよ、ね、はい。あ、コツがついてない、最悪。何コツって。そのビックリマークがあるとコツもらえるんですよ。それはどれぐらいの確率で入る。え、だいたいいつも最初からコツあるんですけど今日ない。じゃあやり直していいよ。え、やり直しいんですか。つけたいんでしょ。あの、一番最初からあった方がありがたいですね、うん、ね、じゃあいいよ、やり直して。え、1回ね、1回ね、やり直し、まあ、途中まで行ったらやり直せないですもんね、うん、まだまだ一発目だから、はい、そう、もう一回チャンスあげて。優しい、これ。いいんですか。いいよいいよ、じゃあ、はい、もう一回やっちゃおう。じゃあもう一回やっちゃいますか、うん、じゃあこれさ、諦めるというのができるんですよ。いきますよ、うん、来たー、コツ。このビックリマークが欲しいんですよ。そうなの。はい、こうやってキリル君が今コツ持ってるんで、うん、まあこれでじゃあ言い訳できないですね。はい、やっぱ言い訳をね、やっぱ作らせないためにね、やっぱ大事なんで。あー、でも排水の診断も、あ、これが音吹ちゃんだ。初なの、音吹ちゃん。私使ったことないんですよ、一回も。へー、おー、あ、次もついてる、よっしゃ。でもカロリーバーを持ってきてないので。だってなんか彼女が必須らしいもんね。そうなんです、彼女、俺を作るにはね、彼女作んないともう終わりです、うん、キリルでいこう。
結構いつも使ってたキャラが体力回復すごいしてくれるのなんですよ。そうなの。はい。じゃああれだね、初心者に優しいやつだね。まあもう戦後高校やりやすいやつなんですよ。うん、よし、こっからが勝負です。まず、負けちゃダメなんでしょ、だって。負けちゃダメです、もう。まずは長宗壁の方に行きたいんですよ。うん、下に行きたいので、ここも取るしかないんですよね。ああでも、ない。ふぅ、あ、メンタルについてる。メンタルでいきます。もう、不安でしかないけどな。いや、私黙っちゃうかもしれない。これ真剣にやりすぎて。いいよ、俺が喋っとくから。はい。もうなんかね、発言が、大体袴田さんの発言ってネガティブだから、もう、クリアしないんじゃないかっていう不安だらけ。出足は集中してやってるけど、うーって言い訳多いもんね。そんなことないですよ。出陣、懐かしい。出陣、コツはついてないけど、でも体力を維持したいから。でも2なんで、2だから 4が2になるかな、3になるかな。でもまあまあまあ、でも明智が弓兵の兵力が特大アップ。あ、でも刀か、はあ、迷いどころですね。もう、はい、早いね。どっちで行くかすごい迷うんですよ、こういう時。でも体力回復が あれなんで、こっちで行きます。出陣。頑張れ。よし、一発目で負けたらもうあれだよ。いや、弱いとこには全勝したいじゃないですか。うん、あ、ともえちゃんだ。これどっち選ぶのがいいんだろうな。でも、佐藤さんには力の強さですね。お、進むくんだ。さあ次。長宗壁一番下にいる。マジか。やり。でもまあここ行くしかない。行こう。ああ全然あれがない。まあいいや。長宗壁一番最初に行くのがポイントだね。今のところそれが一番いいかなと私は思っていて。うん、頑張れー。大体セクション1でどれぐらいいっときたいの？1400ぐらいは欲しいかなって感じですね。はい、1400ね。はい、出陣。ここでいけるかな。4から8、最高が8なので、ちょっと音吹ちゃんいきますか。いってみよう。彼女早く作んないといけないので。まあ一人負けてたよ。一人負けました。食品売り場、これ体力回復しないのかな。あ、体力回復しないんだ。いないよ、長宗壁が。長宗壁がこの下の大名なんですよね。遠いんですよ。遠いね。これ結構運悪いやつです。袴田さん早い。ポジティブ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 、まだまだいける、うん、この適材適所も取りたかったんで、もう大丈夫ですね。やりしかない。コツがない。あ、もう、あ、音吹ちゃんいるし、もうこのもうメンタルでいくしかないな。11か、いける。お、デートしてるじゃん。はい、なるほど。体力作りをさせるのか。それなら、まあ佐藤さんだったら筋トレですかね。うん、ちょっと選択肢何かわからないんで。さあ、出陣。2個負けます。まあいいか。でも千代姫でいこう。
もう負けること分かってんの2個。はい、多分負けます。その数がもう足りないので、うん、ほら2個負けるんです。本当すごいじゃん。はい、計算してるんで。よし、これで超速壁、うん、これでその回復力をアップさせます。あ、で、リモンも持ってたな。リモン使おう後で。槍と鉄砲が5上がるから、今あ9だから全然使えないな。空城も持ってないかな。このリモンっていうのを使うと、うん、相手の今18が3下げられるんで15になるんですよ。だ最高で15に勝たないといけないですよね、うんうん、プラス超速壁のが刀と槍の兵力がめちゃくちゃアップしちゃうんでこの人、うんうんうん、勝てるかな。ちょっとこれでいきます。とりあえず大丈夫なの？わかんない。うん、今運じゃないよね、今の判断だもん。これどっちがいいんだろうな。体力回復とかするかな。これまあ価値あるかも。何しよう。あ、技術ポイントしか上がんなかった。リンゴ、よし、体力回復、よしよし。羊、あ、あ、トモエちゃんだったらちょっといけるかな。全財いないか。あ、全財ないない。トモエちゃんでいけるかな。15以上。トモエちゃんは自分の兵力をショーアップで敵軍極小ダウンなんで。極小しか下がんないんだ。そうなんです。ってことは1とかしか下がんないので、うん、今これ勝てるのが1、2、3。勝てないかもしれない。勝てないかもな、これ。じゃあどれだったら勝てるの。どれ。明智は何だろう。明智は味方の弓兵の兵力が特大アップ。あ、でも弓多いな。多いね、弓多い。それがいいんじゃん。1、2、3。あ、これだったら勝てるかもしれない、うん、うん。あ、これだったら勝てる、多分。で、相手の能力下げよう。下げて武将戦術も 30% 減らしとこう。もう確実にいきます。確実にここで勝ちます。出陣、お願いお願い、勝ってくれ勝ってくれ。あ、よし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 。出足危なかったけどね。からも上に登っていきます。最初からギリギリだね。あと残り2ターンしかない。マジこれもうほんとやばいやばい。大丈夫、いける。もう言い聞かせるしかない。でもいるよ、武将。はい、でもとりあえずもう上に登ります。すぐ横に。はい、鉄砲と槍を使います。ちょうど11だから、槍、鉄砲を使って槍使ってお互い味方の鉄砲兵の兵力特大で、あ、これでいこう。いきます。出陣、これで勝てました。一般兵ですもんね。はい、一般兵なんで勝てます。よっしゃー、体力も上がった。あー下がった。さあ次か。とりあえず鉄砲をもらうのでこっちに行こう。メンタル保っとこうかな、怖いから。セクションはもう終わっちゃいました、うん、はい、何点出るかな。1101、やば。
1101です。299点足りないです、はい、目標で。はい、あのなかなかあれです、私あのやってても1101しか出ないことなかなかない、うん、いやそれはね、あの嘘かも分かんないんで ね、いつも通りの能力かも分かんないですね。大丈夫ですよね。いやちょっと彼女も作らなきゃいけないんですもんね、はい、いや音吹ちゃんちょっと頼りないですね。いや言い訳されてもね。大丈夫、こっから盛り返しますから。盛り返してください。こっから盛り返します。ちょっと今出だしはあの危なめなんですけど、うん、頑張ります。頑張ります。はい、まあ、野球で言ったら、まあ、今3回終わって、はい、あの5対1ぐらいだけどね。はい、今そんぐらいですね。はい、だいぶヤバめです、うん、はい、来週頑張ります。どうなるんでしょうか。はい。